続いては女王蜂のニューアルバム12次元に収録されている楽曲で、歌代ニーナさんに参加していただきましたキングビッチフューチャリング歌代ニーナについて話していきたいと思います。わーい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 。いやーもうこの曲は絶対にニーナさんに参加していただきたいなと思っていながら、やっぱりニーナさんを私が見つけたというか出会った瞬間が、今私が女王蜂として一緒に編曲をしている、塚田浩二くん、塚ちゃんって呼んでるんですけど、塚ちゃんと女王蜂の楽曲の火炎っていう楽曲があるんですけども、その曲を、編曲をしていた時に、アブちゃん最近さラッパーの子でヤバい子おるんやけど知ってるって言われて、サティンちゃんって言うんやけどって絶対好きやから聞いてって聞いた時に衝撃的に絶対好きって言って、でそこからやっぱ彼とずっと作業してって、で数年経った時にアブちゃんさってサティンちゃんとなんかやらないのって言われた時に、女王蜂好きな人はニーナさんのこと絶対好きになると思うし、女王蜂がニーナさんとやることすっごい面白いと思うからやるべきやと思うよって言われた時に、やっぱり私は最初女王蜂というか私がまだ早いかなと思っちゃって、常に心の中に何人か同じ戦いを挑んでるなっていう人をジャンル問わず何人か常に自分の胸の中にアバターとしていてもらいたいんですよね、その数人がやっぱ自分を律してくれるし、この人の顔に絶対泥塗らないもん作らなあかんっていうのをすごく思う中の一人がサーティンちゃんだった当時は。かっこいっちゃかっこいっちゃ、ありがとうございます。だったので参加していただけるっていうことがこのアルバムタイミングで決まった時に本当に嬉しくて、キングビッチっていう曲を作った時に、まあ、表現としてはラップ表現だったりが入ってるんですが、私としては心の中でサーティンちゃんニーナさんがこの曲聞いて、ダサーとか全然脱いでないじゃんって、アーティストがラップやっただけでしょ、バンドマンがラップしただけでしょっていうところに絶対行きたくないって思いながら、やっぱキングビッチの制作も取り掛かっていたので、参加していただけるかなって投げた時に快諾していただいて、フューチャリングとして参加するアーティストが女王蜂が初めて って聞いた時に、もう本当に星が並んだなって、私も活動始めた時に、周りの人たちとかでそのこれからやっていくんだったらフィーチャリングとかどうするのみたいになった時に、女王蜂かなとか言ってたので、それ2018年でもう考えれるのがやっぱりアブちゃんだったから、でももうその時なんて本当なんか来週ハイクラスビッチ撮るみたいなそういう感じだったから、もうなんか見据えてます、ね、まだまだ全然なんか何が起きるかわからない状態だったけど、帰国した2015年とかからに初めて入ってきた、なんかちょっといない間に動いたアーティストみたいな感じだったので、そこら辺からずっと見てはいたので、あなんかアルバム出てるこれ出てるっていうのは見て、あとまあライブも見に行ったのが、リキッドルームの時の時とかも見に行ってって感じだったので、なんかまさか声かけていただけるとはっていうのはすごい嬉しかったです。だしなんかもう絶対そのアブちゃんはすごい、アブちゃんがしっかり音楽に乗ってる方じゃないですか、自分で作詞作曲もして、なんかアブちゃん色が強く出てる、まあ、アイドルじゃないというかってなった時に、なんかやっぱりその人として通じるものはやっぱあったので、でやっぱりちょっと先輩として昔からなんかちょっとこうちょっと私の 2,3 歩先を行ってる人だなっていうのがなんとなく、あとからさっきの恐怖の話とかでもそうですけど、もうちょっとしたらいけるかなっていうところになんかずっといるイメージ、音楽もちょっと早くちょっとじゃないですけどだいぶ早く始めてっていう感じだったから、ちょっとなんかお姉さんみたいな、お姉さんできるの感じでちょっと思ってた部分があるので、今回もその制作、私フィーチャリング本当初めてだから結構手取り足取りリードしていただいて、まだ少女だったので、いやいや素晴らしいレコーディングだったと思いますし、レコーディングの時にやっぱりこうお話できたこともすごい楽しかったし、すごいとこまで話してくださるっていうところまで話してわーおっていう、私もフィルターないのが大問題なんですよ、なんか本当今日本当にいい塩梅できてくださった、本当に結構でもできてるでしょ、ちょっと不安だったでしょ、私がちょっと不安だったでしょ私が P 用語言っちゃわないか、もう素晴らしいのででも大丈夫です、できます、ちゃんと大人、そこがもう本当に並大抵ではないなというふうに思いながら、元々の曲も最強なので、また違った最強、最も強運の強なんていうか大凶の凶っていうか、強権感っていうのが一番感じたのが飲みコール、死ぬほどリッチって惨めで必死っていう、そのサビに飲みコール入ってるんですけど、はい、カラオケで皆さんぜひ一気してください。
ではそろそろ残念ですが歌代ニーナさんとのお別れの時間となってきましたが、次私たちが一緒に曲を作るとしたらどんな曲にしますか？もう次はちょっと私の曲にお呼びしたいですね。ぜひともお願いします。紹介してほしい。どうしても私結構イメージ的にやっぱ MV 付きがいい、うん、アブちゃんになんかすごい結構グラマーみたいな感じの、うんうん、ドレスと歌姫をやってほしいですね、うん、嬉しい。でそれをなんかあの私が結構、まあ、それこそエチュードとかの路線の固めのラップで、うんうん、っていう対比がやりたいですねっていうのと、やっぱりもうなんか弾くレベルで歌が上手すぎてびっくりしてレコーディングの時にもうなんか本当すいませんってなっ て, てやっぱり声とあの歌唱力はやっぱりもうあのちょっと私もうラッパーだから何も言えませんみたいな感じになっちゃったから、やっぱりそのプロデューサー目線としてはやっぱり歌ってほしいっていうのが、しかも幅もねすごい広いですからね。そうですね。ニーナさんも175センチ5です。5、6、すごい身長高くて、そしてそこでヒールも履きますから、うん、私たち一緒にビジュアル撮ったんですけど、うん、本当に矢沢作画 で、ね、飛び出してきたような、うん、もうこれは見ていただかないとっていうもう画角からはみ出ちゃうぐらい身長高くなっちゃったね。そうですね、煽ったらちょっと難しくなっちゃう、うん、本当にしゃがもうかみたいなって感じだから、やっぱりビジュアル面も作りたいですね。 MV とかしっかり作りたいです。私もエキストラいつも大変なんです。あの女の子ちっちゃいから日本だとどうしてもなんか私と子分たちってなっちゃうのが嫌で、あんまり女の子をキャスティングしないんですけど、男従えるのもちょっと違うみたいな、そういう女王様じゃないしってなって、すごいいつもなんかあの同じ画角の中に入る人ってすごい困っちゃうんですけど、なんかフィーチャリング で一緒に MV ってなったら全然なんかあの引けを取らないお互いにっていうのはできると思うので、ぜひ。嬉しいです。もう本当にそのお眼鏡にかなって、私の作品に今回出ていただけたことも嬉しいですし、ニーナさんの作品にまたぜひ出させていただいて、お願いします。そこでもやばいもの作って、はい、いやもう今後ともよろしくお願いいたします。お願いします。楽しみに。ということで、まあ、あっという間だったんですけども、今日は歌代ニーナさんをお迎えしました、はい、今後ともよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ジョーバチのボーカルアブがナビゲートしてきましたワーミュージック、いかがでしたでしょうか。本当にニーナさん素敵な方でしたでしょう。私が5年前から好きだった理由が少し分かってくださったんじゃないかなと思ってます。私がニーナさんと出会って、そしてまた作品になるかもしれないこの感じ共有できてたら嬉しく思います。では来週もこの時間にお会いしましょう。ここまでのお相手はジョーバチのボーカルアブでした。